かかってるのを消せますかね、これ。はっ消えました、消えました。あー、ちょっと今日はこういう、そういうノリでいかない方がいいかな、これ。そういうノリがいいか。よし、あー、テレマウス。いやー、後ろとかみんな前来て。ね、ちょっとね、見る力が必要だから。ね、見る力が必要だから前来て。
けるような曲を、ゲロとしてきましたので、皆さんがあまり知らない曲をやるかもしれないですが、存分に楽しんでください。
作ってきました。存分に堪能してみてください。Thank you.
渋谷ロックウエストでやります。その後28日に、高円寺クラブルーツってとこでやって、その次の日に青山8でやります。もう一個お知らせです。まず12月28日にアルバムがリリースすることになりました。ということで12月28日と29日のイベントはとてもいい機会なんで、皆さんぜひぜひアルバムを買いに来てください。僕はお金がありません。ね、特に29日皆さん、皆さんね、僕はとても期待してるのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日ね、最後にこの最後にやる曲を今日物販で持ってきてます。 CD、そこのさっき入ってきたの入り口のところに置いてあるので、持ってない人は皆さん、ぜひご購入ください。僕はお金がありません。ね、あの本当なんでごめんなさいね、ちょっとそういう話ばっかりでちょっと、失礼しましたが、今日は、とてもブレッツでできてブレッツでできてよかったと思ってます。こういうね、あんまりなんか普段はできないような曲ができることがとっても僕的には新鮮で嬉しいので、またこういう機会もぜひぜひ、ご覧ください。ということで、出てます最後の曲です。今日はどうもありがとうございました。出てますでした。